参考、山、東京電、というあだ内話より、日本足の幽霊ひとりま、ひとりまは、石川県江沼郡山中町に伝わる、怪現象。高オ木橋の近くに、バーの懐と呼ばれる場所があり、夜に、ここを人がちょを灯して通ると、ちょの火がまるで吸い取られるように細くなり、そこを通り過ぎるとまた元通り明るくなるという、土地の住民からは、この現象は、 一人間という妖怪の仕業と呼ばれており、加賀山中温泉では、狐が悪さをしているとも言う、カッパが正体とも言われる、新潟県三条市の沖縄坂という坂にも、同様の一人間の伝承がある。砂巻いたちといういたちが、人に砂をかけたり人のろうそくの火を奪うといい、これが正体だという、妖怪漫画家、水木しげるの説によれば、 かつては夜道を照らす照明といえば提灯くらいしかなかったため、その提灯の火が細くなることは人の恐怖心を煽り、そのためにこのような妖怪伝承が生まれたとされる。水木しげるの妖怪画では、一人間は上半身が炎で下半身が着流し姿の人間といった姿に描かれている。この妖怪画は、元は江戸時代後期の大衆作家、山、東京伝による草造史。 というわだ打ち話にある日本足の幽霊である。江戸時代の祈談集、三州祈談の記述によれば、同じく、石川の飲み群今井村で、夜半に、湖半の切通しを通ると、人の呼び声が聞こえるとともに、松のきつい香りがして、蝶賃の火が奪われるといい、植物の怪異として、物量の姓と呼ばれる。高知県でも、同様に蝶賃の火が細くなる現象が伝えられており、 こちらでは、間がつくと呼ばれている。細くなった火を一度吹き消してから火をつけ直すと、この回を逃れられるという、愛知県北下良郡三和村大和河合では、火をかせという同様の会議が伝わる。ある男が夜、大技長岡と河合の間の亀淵という地の付近を通ると、小さな少女が現れ、火をかせと言った、旧右衛門は付近に、河童が出るという噂を思い出し、 大キセルで少女の頭を打ちつけると、少女の姿は消え、男の方が気絶してしまった。夜が明けて目覚めた男が村へ帰ると、その少女は、淵の主、または、淵の神のこと噂されたという、沖縄県の妖怪として知られる木ナーも、夜道を行く人からちょを奪って逃げるという、一人的に化伝承があり、これを避けるためには前もってちょをまたいでおくとよいという、ありがとうございます。